こんにちは、たくみです。前回ポッペちゃんとの出会いから付き合う瞬間深掘り動画をご紹介したのですが、かなり好評だったので、今回はポッペちゃんとの初旅行の様子と一緒に現在の僕たちの関係についてご紹介したいと思います。実は僕がウクライナから帰ってきたその足でタイに向かい、ポーンちゃんと出会う前にポッペちゃんに会いに、タイ東北部のウドンターニーに会いに行きました。ポッペちゃんはもう僕がウクライナから生きて帰ってこれないと思っていたようです。なので僕がウクライナに行った当時は毎日ビデオ電話をして心配してくれていました。なので絶対帰ってくるから、帰ってきたらまた旅行一緒に行こうと死亡フラグ、リン立ちの約束をしていました。ポッペちゃん初の海外旅行ということで、ベトナム北部を旅行しようという計画をしていて、航空券なども買っていたのですが、かなり雲行きが怪しくなってきました。何もないところでいきなり泣き出したり、気分が落ち込んでいることが多かったです。心のことなので詳しいことは言えませんが、原因はタイのかなり厳しい大学の勉強と初めて始めたアルバイトで参ってしまったようです。ウドンターニーにいる時も、夜ベッドで一緒に寝ている時にポッペちゃん個人の問題で将来が怖いと号泣したりしていました。そしてベトナム旅行当日となり、まずはバンコクで2泊してからベトナムに飛ぶ予定でした。しかしポッペちゃんの大好きなバンコクにいるのに、ポッペちゃんは外に出る気力すらありませんでした。以前ポッペちゃんとバンコクを一緒に旅行した時は、1秒1秒がすごい夢のようでした。สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปกรุงเทพกันนะคะไปดูกันนะคะว่าไปกรุงเทพเราไปเที่ยวไหนบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะอะไรที่เราไปเที่ยวはい、ということでバンコクのスワンナプーム空港に着きました。いや、このチャンネルはこちらの動画でここから旅を始めたんですけど、まさかの半年後、超絶激川の女の子と帰ってきました。そしてホテルに到着しました。ホテルはこんな感じですね。アイエーセンチェックルーム、アバタルーム、It's good. It's good? Yeah. Wow. Wow. Amazing. Today's room is like this. Can you open the curtain, please? I don't know how to open. You don't know? Open. And show the view. Wow. It's very beautiful. Yeah, so good. So, Opal, let's go to shopping.Yeah. I think your birthday is next week, right? Mm-hmm. I can buy anything for you. Because you like shopping, and we can know the see long time. So when I meet, I want to do the what you want. Okay, let's go. Let's go.ここはターミナル21というショッピングセンターなんですけど、各階がいろんな国の都市をテーマにしてますね。ちなみにここは日本の東京ですね。桜とか日本語の提灯とかありますね。そしてその中にお店が入ってる感じです。 Oh, and you change your nail. Can I see? It's very beautiful. So, Opal, what did you buy?What's your birthday present? Can you show? Oh my god, it's good! It's very vivid pink! Cute! Sorry, what's the brand this one? What's the name? What's the color this one? I don't know.
ですかね。めっちゃ可愛いです。はい、ということで今トゥクトゥクに乗ってるんですけど、このトゥクトゥクドライバーめっちゃイキってます。ポッペちゃんもすごい怖がります。やばいやばい、落ちる落ちる。モーニングポッペ。オーマイガー、オーマイガー、 What? Who are you? Oh my god, it's very beautiful today. You close like this dress. Oh my god, you're so cute. Can you turn around please? Wow, thank you very much for closing like this dress. And you got this sunglass yesterday night? Yeah.It's really gorgeous. It's fitting you. Okay, let's go today. そして朝食の様子はこんな感じですね。今日はポッペちゃんがめちゃめちゃ可愛い格好してます。はい、ということで今回もチャトチャックウィークエンドマーケットにやってきています。So, 今から買い物に行きます。So, what do you want to buy? I'm not sure, but... You know? Yeah. You don't know. Then, can you pick up my t-shirts? Yeah. Okay, let's go.No. No? Are you gonna buy this one? これはこんなのを買うみたいですね。ヘアセットですね。I need a t-shirt, no black, no white. Can you pick a little bit colorful one? Maybe blue or something green or like this pink? Sure. Sure? I like pink.そしてウォールちゃん、何か急に立ち止まったと思ったら、あそこでリコーダーを吹いてる中学生の女の子かな、高校生の女の子ぐらいに急にチップをあげるって言い出しましたね。ちょっとこの子、読めない。めちゃめちゃ可愛い。そして性格が、なんだろう、結構ツンツンデレデレしてると思ったら、こんな風にすごい優しいですね。僕もまだこの子の性格全然分かってないですね。読もうとしても全然わからないです。Oh, Poppe, why don't we get a massage? Are you tired? Yeah. Okay. Then, maybe here. Sadika, can I do the massage here? Okay. Okay, Kokunka. ここはこんなマッサージ屋さんですね。And, actually, I can do massage for the people. So, can I do for you?If you okay? マッサージ屋さんの様子はこんな感じですね、すごい静かに行ってます。 Can you shoot? Not like this. It's good. Change?
use the massage for many people. When I'm traveling, I travel, and many people during today come to me, and I want to use a weekend for them. I don't have nothing, then sometimes I do the massage for them as well. そして昨日衝撃の話をポッペちゃんから聞きましたね、うん、お母さんに会うと言われました。はい、ということでホテルに戻ってきています。プールサイドもすごい綺麗ですね。そしてバンコクの夜景もすごい綺麗です。いつも田舎なところにいる僕にはちょっと信じられない光景ですね。フィリピンのど田舎にいたと思ったらいつの間にかこんなバンコクで大都会で、そしてこんな美女と一緒にデートをできています。うん、ポッペちゃん今回会えてめちゃめちゃ良かったですね。実はこちらの動画でも紹介したと思ったんですけど、もう一時期は僕は破局したと思ってましたね。メールも送っても帰ってこず、もう終わったのかなと思ったんですけど、今回タイに来る際にあたってもう一度一応メールだけ送ってみようかなと思って送ったら、なんと、いつ来るの？と返事が来ましたね。やっぱり物理的にそばにいるのが遠距離恋愛では重要なのかもしれないですね。そしていつ来るの？とメールのラリーが始まったんですけど、そこからなんとかなんとか頑張ってまた会えることができました。実は撮影の前に何回も会ってたのですが、初めは会うのもやっとでしたね。なんとかなんとか会ってくれて、そして次第に関係が良くなって撮影も手伝ってくれたり、そして今回僕がバンコクから次はフィリピンのマニラに向かおうとしたら、そしたら彼女、バンコクに行っちゃうの、私も行きたいと言ってきましたね。ちょっとびっくりしすぎて半分冗談で、じゃあ一緒に来る？と言ったら、行くと言って一緒に旅行に来てくれましたね。なんとなんと水着に着替えてくれましたね。そしてスタイルがすごい。モーニングポペ、Good morning. I got a breakfast for you. Here you are. Thank you. Sure. Sure. Breakfast. Happy birthday, Poppy. Thank you. So you are 18 years old now and turn to 19. I hope it's gonna be a good year this year for you.Oh my god, I don't think anything is worth taking. Yeah, I just say buy a breakfast, so. Did you enjoy the pool? Oh my god, last night your bikini was very cool. Yeah. Very gorgeous.Oh my god. You just ate a cake. Damn. Just you ate a cake. You know, that interesting. You like it too. Just down. Yes. I'm first time to like a live. Can you show on this camera? Yeah. Like this.More close. What's it showing? はい、2泊3日の旅行を終えて今おこおるちゃんが一人でうどんターニング元の場所に帰ろうとしてますね。サーディーカー。My name is Takumi. チュータクミか。コンイープか。そうだよ。チュードルスタンチ。OK, OK, OK, everything.
我开到那里，要露背，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 露背。Do you wanna take photo with my mom? Ah, yes, yes. ชื่ออะไรครับมาชื่อตั๊กตั๊ก can you say ตั๊กตั๊กโอเคเราอยู่ตรงนี้สาวมากเลยเหนื่อยมากแม่น่ะสวยมากเลย yes สวยมากเลยอาริกาโตะบักพวกนี้ใส่ได้ไหมมันคืออะไรอ่ะเปิดเองสาวอันนี้ของขวัญอ๋อเขาบอกว่าขอซื้อให้เลยนะน่ะเออขอให้ของขวัญได้แต่ไหนจะขอก็อยากได้จะใส่ได้ไหมล่ะใส่ได้ปะใส่ได้นิ้วเขาเท่ากันไหมแม่ใส่เป็นนิ้วกลางแล้วกันเตะได้อยู่เพราะเราบอกแล้วว่าสวยมากเลยต้องบอกว่าอันเซ่ thank you thank you yes อันเราบอกที่ขึ้นต่อไหนขึ้นเครื่องค่ะเดี๋ยวมันไปเกียร์450ค่ะはい、今ポッペちゃんのお母さんとお会いしてますね。初挨拶でめっちゃ緊張しましたけど、超ド美人ですね。こんな可愛い綺麗なお母さん見たことないですね。ここで旅行は終わりですね。Thank you very much, ポッペ。ขอบคุณค่ะ。ขอบคุณตลอดทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ。แล้วก็ขอบคุณที่ดูแลด้วย。And I'm thinking about I enjoy travel with you. And would you like to my boyfriend?No? No? Really? Oh my god! Oh my god! Yeah. Oh my! You say no? Yeah. Oh my god! เราเจอกันใหม่นะคะ ということでバンコク旅行の様子いかがだったでしょうか。果たしてベトナム北部旅行一体どうなったのか気になる方はグッドボタンを押してもらえればまたご紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。